たまり損ないめ。いいだろう。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。というわけで、そのナメック星はすぐにも消滅するかもしれん。そっちのドラゴンボールの願いが一つ残っておろう。今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たちすべてを地球に送ってくれと。わかりました、海王様。お心遣い感謝いたします。ですが、シェンロンに直接願いを伝えねばなりません。一番近くにいる者に連絡を取り、すぐにもその願いを。変えてくれ、その願い。フリーザと、この俺を除いた者たちすべてを、に変えてくれ。聞いておったのか、悟空。気持ちはわかるが、ここはひとまず。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。わかった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。でんでよ、最長老だ。最長老様。質問は後だ。今すぐポルンガのところへ行って最後の願いを伝えてほしい。フリーザと孫悟空というサイヤ人を除いた全てのものを地球に移動させてほしいと。はい。さあどうした。願いはもうないのか。では最後の願いを。お、あれはドラゴンボール。待て。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、このフリーザを不老不死にしろ。しまった。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、プピリト、ロンロンパ、パピッポ、パロ。いいだろう、了解した。ではここにいる二人を残して全員を地球に移動させる。どこなのよ、ここ。皆の者よ、ここは地球という星だ。私がもう一度寿命で召されるのも近い。だが死ぬ前に、今我々に起こったことだけは伝えておきたい。遥か遠い故郷の星で、まだ戦い続けている者がいることを。
どうやらここの言葉で言わねえと願いは叶わなかったようだな。これでこの星にいるんは貴様と俺だけだ。この時を待っていた。どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。いいだろう。かかってこい、サイヤ人フリーザー。えっ、うわ、ありゃすごい。俺に殺されるのが先か、星の爆発が先か、どちらにしても貴様には死しかない。かもな。うらっ、このフリーダに勝てるわけがない。これだけか？な、何？だ、黙れ！これだけかと聞いているんだ！な、生意気な！ダメだ。どういうことだ。これ以上戦っても無駄だ。怯え始めた貴様倒しても意味はない。ふざけるな。俺が負けるか。
徳とはいえ貴様らしくねえ。惨めな最後だったな。くしょう。俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。嫌がって、貴様はそうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ。俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。フリーザとの死闘を制した孫悟空。しかし無情にもナメック星は爆発し、悟空の姿はいずこかへと消えた。地球に移動したナメック星人たちやベジータはしばらくの間ブルマの家に住むことになった。わずかな時間だけ蘇った最長老は再び寿命の終わりを迎え、皆が見守る中安らかな眠りについた。新たに決まった最長老ムーリによってナメック星の一年である130日後、ついにナメック星のドラゴンボールは復活する。一度の願いで一人ずつではあるが、何度でも死んだものを生き返らせることができるというナメック星のドラゴンボール。そのドラゴンボールを使って悟空とクリリンを復活させようとした時、新たな事実が分かった。なんと悟空は生きており自力で帰ってくるというのだ。消滅したナメック星で生き返らぬよう、一つ目の願いでクリリンの魂を地球に呼び、二つ目の願いでクリリンが復活した。そして悟空の代わりに先にヤムチャが復活した。大喜びするご飯たち。そして再び130日後にドラゴンボールが使えるようになり、一つ目の願いでチャオズが、二つ目の願いで天津飯が復活した。最後の三つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった。彼らのドラゴンボールとともに。おっす、オラ悟空。なんだって、フリーザが生きてた？しかも奴は父ちゃんと一緒に地球に近づいてるって？オラのいねえ間に地球で悪さするつもりか？お前の好きにはさせない、フリーザ。ん？おめえは。次回ドラゴンボール Z。
戦慄の人造人間、未来をかけた大激闘。絶対遊んでくれよな。